私はじめましてでございます。ガチオクオリティでございます。208番。あーダメだ、抑えるね。もう参ったぜ。よし、ありがとうございます。80総投手9本でございます。ちょっと申し訳ないですけども、この表示で私はやめさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。終わりじゃないですかこれ。448G 回復の連鎖。いやもうガチオでは毎度でございます。こちらマドカマギが前後編の200ゲームの恋ゾーンを抜けたやつ、私モンダミンで今回は確保させていただきましたので、こちらの方をですね、期待値は50枚ほどですけども当てるまで頑張りたいと思います。いきます。もう本当に天井ゾーン狙い結構やっぱしんどいっすね。ATK、RT 機に関してはやっぱ台数がそんなにないホールさんになりますので、まあ、その中でね、まあ、安い期待値を追っていくっていう、まあ、いつも あのガチオのやつですになるんですけど、まあもうやるしかないんでね、まあ繰り返しながらって感じでございます。今現状さ、枚数の方もそんな負けてはないですね。200枚前後ぐらいかな、負けてるぐらいなんで、まあ、今日プラスを目指すために立ち回りはするんですけども、まあある程度安くてもね、期待値詰めたらなって感じでございます。いつも通りだ。珍しいね、チャンス目。あ、スイカなんだ。グリーン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 、ブルー、おう裏切ってきましたね、ホムラちゃん、ありがとうございます。汚ねえデメでお届け。460回転総投手が26本、行こうじゃないの。いや、よかった。もう天井一直線でございましたんで、ほい、レアクジャックチェリー、これチェリー出たら今日チェリーだったんですけどね。これなんか結構難しいやつだったんじゃないこれ。あ、いったいったいった。あ、今日珍しい、これ薄いよね。でなんか前夜で抽選じゃなかったっけ。あ、よしよしよし、これもう大丈夫やろ。あ、リプレイいらない。おい、ちょっとちょっと、え、これ何え、何これ、なんか引いたはいはい、どうも、大丈夫でしょう。はいはい、ありがてー、サンキュー。無事ナビ出た。あ、ゼロゼロゼロ、ワンチャリよ、頼む。うわー、むずい。一回入っちゃったからね。はい、ありがとうございます。はい、一緒に行きません。ということで139枚でこの台とはおさらばバイバイしたいと思います。ありがとうございました。はい、開きましたのがアイムジャグラーの角台で、実は途中まで気づいてなかったんですけども、ジャグラーのこの島の角だけ1回交換、リック引いたらだと思うんですけども、クレ落ちして1回出玉落ち移してまた現金投資するみたいな、なんかちょっとやつで、まあ、確率としてはこういう台ですね。3786回転でビッグ
が199でレギュラーが252でガサン111と、まあビッグ引き強って感じなんですけども、まあ背面の、まあ、ちょうど真後ろの台に関しても3500で、まあビッグがまあ一緒な感じですね。レギュラーがちゃんと250もうゴロの近似値っていうことで、まあジャグラーコーナー特にアイムジャグラーのベースが高いっていうところもありますし、今日の取材内容的にちょっとね何が強いか よくわからない、開幕検討つかないんで、まあアイムジャグラーの5でも、まあ、その1回交換としても打つべきかなっていうところで、ある程度の時間までゴロで行きましょうや、やってやりましょう。まあもう前任者の方がね、まあビッグの引き強で1600枚ぐらいの差枚持ち帰っておりますねっていうところなので、もうアイムジャグラービッグ差はないんで、それがね全然いけなくなったらめちゃんこ怖いですけど、今のこのホール状況だったらまあ5か6ぐらいなんじゃないかなって予想ですね。まあ後ろのね台も同じような挙動しておりますので、まあその5を打ってるってことが大事だと思いますし、ちょうどホール回ってた時にまあこの台にたどり着けたタイミング良かったっていうのもありますね。そのハッピージャグラーかな、この台の右角が、それもレギュラーはかなり良かったんですよ、5ぐらいの数字だったかな。で後ろの前ジャグラーも人変わってましたけど、今は良くなってきましたんで、チェリーチョーク217回転レギュラー、これレギュラーだと落ちないんですよね。ビッグ行けばまあ、ドル箱にメダルを移してまた現金投資を再開。すごいなんかすげえ懐かしいな昔よくありましたね。いやもうね鉄火場ですよ、なんかジャグラーコーナー特にこの島。今は16時ぐらいですか、時刻は15時半なんで、まあ、ある程度の時間この台回すでしょうから、まあ、帰るときね、まあ、しっかりとジャグラーコーナーだったりとか、まあ、携帯サイトで ATK やるとき見たいところなんですけども、実はですねこのホールさんちょっと携帯サイトで ARTK の大当たりとかはなんか見えないですよね。その ATK だったら直撃とか見れるじゃないですか、それ系が見れなくて、当たったゲーム数直撃してるかどうかっていうところが見れないんで見づらいです正直。 6.5 号機とかスマスロなんて言ってしまえばグラフじゃ設定わからないんで、っていう部分では携帯サイトではあまり AT 機の良し悪しは見るのは難しいホールなのかなとは感じております。まあゴロだったら127、128分の1でペガりますんで、で4台142、あと告知じゃないけど指導時だね、ペガリンチョまたチェリーチョークで64レイ、あ目押しミスったかも、あミスってなかった。はい100ゲームぐらいでチェリーレギュラー2回、うぇーい、はい、ええぜ単独のレギュラー50回転ね、はい気をつけて、あれです、あれです。いやーユーダーさんがねわざわざ、まあ多分プラスかわかんないですけど今帰られるんですけど、夕方前にしっかり挨拶してくれたんですけど、これは何の出目ですか。これはピエロこぼしたんかな、あっリーチ目やん、これあれでしょう、ここで光ったってことは逆ビッグだね、ビッグビッグありがとうございます。はい7ゲーム、うわすげえ、ただのリーチ目機やんこれ、ありがとう。はいこれでね多分クレジットが落ちるはずなんですよほら
怖え怖え。でこれを置いとくと。はいはいはい、了解です。懐かしいじゃねえか、懐かしいじゃねえかな。でリセットと、でまたこれで現金投資。すごいね、何年ぶりだよこれ。本当にお久しぶりです。でも怒涛のジャグレンぶちかましてますね今。暑い、ここ暑いな。おお、あっち。8ゲーム。すごいな、もう。気温も状況もあっちいよ今。あ、100分の1だ今。やば。しかもこれ、あー、やっぱ全然設定は違うんだな。ビッグは設定差ないからですけど、3日間すごいですね。130ずっと切ってた。レギュラーもね300、あーでもまあレギュラーだけで言うと中間ぐらいなのかな、3とかなのかな。僕の3日目。あー、これね、そうですね。あ、そうなんですか。隣の常連の方が僕の代が3日目の強気なんじゃないかって、昨日は隣の方が打ってたみたいですね。もう昨日はね、なんかビッグ30なのでね、レギュラー21、強気かどうか分かんないですけど、すごいですね、めっちゃ出てますよ。まあめっちゃビッグがついてるって言った方がいいのかな。常連様のおかげでチェリーチョークいただきました、ありがとうございます。183ゲームの出来事、ビッグよし。あ、ありますよ。今日、今来られたんですか。マスターお願いします。ということで4枚目ですね、トータルで。まあいろいろと結構流したりはしてるんですけど、今現状あのもうトータルではプラスにはなってます。帰り先でございますね。うわーい、うわー、うわー、すぐ光るよこの台、ありがとう。13ゲーム、ベーボーベーボー。でもね、たくさんの方がガチョウシールをもらいに来てくださいまして、ありがとうございます。これ出した瞬間引かなくなったらマジで。はい、338回転でございます。リコーラス総投資が38本。しんどいな、ちょっとガチオシールを置いた途端に350、338ですか、ハマっちまいましたね。どかしそうかなと思ったんですが、もうちょっと様子見ましょうやね。おいおい、うわ、ほんと眠気覚めるぜ、ありがてえ。84回転単独でございます。おい、ベイクボールです。投資42本。おお、今凝視してた、ちょうど今凝視してたタイミングですよ。嬉しい。167回転でございます。レギュラー外し48本。
もう驚く279回転で単独のレギュラー、サトシ53本。ありがとう。74回転単レグ。これ詐欺告知、これレバー叩いた瞬間と指導時あるじゃないですか。やっぱねレバーの時の方が嬉しいですよね。僕レバーのねこう叩いた瞬間にペカッと、そう指導はちょっとね驚きますけども、レバーなんだよな。前のことがやめてから私変わってね、その残りがあったせいかわからないですけど、もう即連大連チャンしたんですけど、私の香りになってからねなんかいまいちパッとしなくなってまいりましたね。これ癖かもしれないです私が。あ、いいよ、綺麗。204回転でございます。ビッグボロス投資が54本。おう、88回転でございます。単独のレギュラー投資が56本、124分の1ですね。今打ってきて、まあ、ガスさんはまあ6ぐらいで、ビッグ6のレギュラー9なんで、ビッグはちょっと悪いですね。ビッグが310。悪いな。でも声持ちがいいんで、まだ打ち始めて3枚数的にはちょっとプラスなんですけど、この台は。いやー、こうすると、あ、今勝てねえんだわな。まあこの後に期待しましょうよ。待ってたよ、待ち焦がれてたよ。38回転。すいません、出しゃばりました。レギュラーです。39ゲーム。ダメだこりゃ。投資65本なりましたね。無言。72本使いでもう8連続レギュラー、レギュラーです。ありがとうございます。もしかしたら中段チリとか引いてるかも。あー、当たった。いやー、もう来る？来んのかい？9回目。おい、勝負だ俺と。勝負しようぜ。俺とさ。あ、来ねえんだ。解放、解放しました。レギュラーは9連続ならず。残念。投資72本でございます。久々だね。1453ゲームぶりですって。おい、ガチョ何してんだおめえは本当に。いや、いい経験しましたよ。今日これレギュラー10連続したらして終わったら、僕最後別パートでワンカップ一気飲みして終わろうかなと思ってたんですけど、しません。ワンカップ一気飲みしません。まあよかったよかった。ここからもしかしたらこのビッグを皮切りに点点点でダイジェスト入んじゃないの、この後ビッグレンダー。マジでマジでまたビッグみたいな、どうでしょうか、あるんでしょうか。多いですよ、もうレギュラーをビッグで挟んでるオセロバージョン、うん、ジャグラービッグオセロバージョンやってましたんで今。あ、使
感じづらいですよね。前代系がありましたかって言ったら、ちょっとこう三大構成以上、四大構成以上、まあ、今の話はもういいです。今のうううから使ってください。うううあらこれビッグでしょ。あらそう、52回転でございます。サトシ74本、ビッグバン開始、ビッグバンモード突入。なんか思い出すな、こうなんかアイムジャグラーを打つっていうのは、まあ黒バラ初期8戦中打ったりとかね、よくしのいでましたよ。まああの当時はまだね、私は若造でスキル知識が少なかったんでね、まあ結局どうやったら判別できるか、こうせって分からなかったんですけども、まあ未だに分かんないっす。結局うん、惜しい気は分からない、難しいですね。おいおい、来たよ来たよ、来たぜみんな、来たぜ俺のビッグバン、ガチオのビッグバン来たぜ。42回転ビッグバンモード突入。うわうわ、ガチオやってんな。2600、あ2700枚あれば、あればここにあれば、え多分これ今ワンビッグ引いたらいきますよ、多分多分、あそんな感じ。よっぽど恋持ちよかったんだろうね。うん、えあまあそうだもんね、ここ今もう現状今のビッグ3連でこの台自体はちょっとプラスになりましたね。うん、帰り咲き、あともうあともうちょっとなんで実践時間、まあまあまあちょっと頑張っていきましょうや。余裕で諦めてないから私は、94回転でも、うん、まあ僕のこの列ですね、赤パネル、うううううほら諦め、諦めちゃダメなんだって。赤パネルの状況を話してたけどさ、おいおいビッグバンモード継続中だぜ、おい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 、俺は右から左から右から、当時79本すごいね、面白すごい、ドラマだよもう。これはトップのペカリ数が59回らしいんですけど、まあそれが僕の台と、まあ、アイムジャグラーだと2台なのかな、トータル3台あるみたいなんですけど、僕が打てる時間内に1回でもいいんで超えたいですね。ああ越された、あ、いやでもまだ時間ちょっとあるから、ほぼ一体、うおうおうおう、久々久々じゃんなあ、チェリービッグだろこれ、今日一回も見てねえぞ、あのベルハズレのやつが一回あったけどさ、あるよ。あー緊張すんな、なんかそろそろ引いてんじゃない、もう3000回転以上引いてる、あの回してるんで。あざす、いいオチかもしれないですね、ビッグバンモードは終わってました。やっぱさっきのレギュラーで落ちたんだろうな。
おい、アイムジャグラー最高かよマジで。タートルビック、あ、光ってた、止めれなかったです。109ゲームということで、今これもう終わりにしようと思ったんですけど、今あのマックス時間なんですよ、もう。なので、まあもうやめます、あのこのビックで。でも持ちでメダルレギュラー分、あの回しやめようと思ったんですけど、マジかよやばない最後。これ一枚も無駄にできねえだろうよ。一枚もよ。俺が気づかなかっただけなんだけど、こうやって押したらさ、大さんだ、ここ光ってたからさ、マジか。いやでもすごいマックス時間、あのもう今超えてるわけなんですけども、なんだろうな、今までのガチョウで最高の終わり方でも、勝ってるかどうかちょっとわからないんですよ、ここまで回してるんですけど。でもまあ間違いなくいい台であろう台を、この時間までね打てたことは良かったかなと思います。まあ、最後一応、自分が受けたかビッグの回数、ここら辺とかもね、まあ、皆様にお伝えします。今日はジエンドでございます。ありがとうございます。ということで、ちょっといろいろとまとめます。はい、ここまで打ちましたアイムジャグラーなんですけども、私がですね、だいたい3300回転ぐらい回させていただきまして、まあ、合算の方が、まあ、ビッグ11レギュラー16で121と、まあ、6以上なんですけども、まあ、ビッグ確率が298と1以下で、レギュラーが205分の1といった形になってしまいました。まあ、ここはもうしゃあないですけども、最後ねトトのビッグが来たんでよかったです。でブドウなんですけども、594個、まあ、かなり大事ですよね、アイムでこのブドウの確率は 5.5 っていうところで、まあ現状この僕が打った3300回転で、まあレギュラーも6以上、合算も6以上ってことで、ブドウも6以上ってことは6でいいと思うんですよ。まあそういうものだと思うんで、ジャグラーって。なので、まあ今日は、まあ1回交換でしたけども、まあ最終的に設定6であろうアイムジャグラーにたどり着けまして、よかったかなと思います。最後にですね、ホールド状況を一回りして状況を確認しに行こうかなと思います。はい、ありがとうございます。で、まあ、先ほどからずっと言っていたアイムジャグラーはベース高くて、多分まあ緑パネル、まあ角台は1回交換なんですけども、そこからまあ左に、まあ、数台もしくは、緑パネル全部全6台が、まあ、前後6か前6かもしれないですね。で、1回交換のハッピージャグラーですね、まあ、これはもう空いてるわけなんですけども、合算的にはもうこんな感じです。結構回ってますね。5400回転で、まあ、151分の1っていうところで、まあ、中間なのかなっていう印象ですね。まあ、4ぐらいなのかなと。で、まあ、真後ろのマイジャグラーに関してはちょっと今携帯で見させていただきますけども、見る限り14の22と、まあ、レギュラーは伴っているので、やっぱりその外れではないというかっていうところなのかなと思います。ちなみに14の22で147分の1と、で、まあ、ビッグが設定さないビッグが引けてないっていうところだと思うんで、まあ、これも、まあ、まあ4とかそういった類なのかなと思ってますね。なので1回交換に関しては、まあ、外れはなさそうな感じはしました。で、パチンココーナーに関しましては、まあ、この遅い時間でもまだ、高稼働な箇所がこのゴジエバとエヴァンゲリオンですね。そこから、ユニコーンにかけてのこのワンボックスといった形でした。お疲れでした、ガチョウっす。ということで、大変だったな今日は。まあいつも通りガチョウクオリティで
まあ番号がね悪かったっていうところだったんですけども、まあ諦めずパチンコ試して、まあね 92% を2連だったりとか、まあいろいろとありましたけども、最終的に、アイムジャグラーのまあ小勢ですよね、小勢6でいいと思うんですけども、まあいい台にたどり着きまして、総投資が3680枚、回収が4174枚でプラスの494枚と、最後のビッグ引かなくても勝ってたというですね、まあその1回交換何枚あるのあるある出ちゃいましたけども、いやーすごかったっすね。ビッグバンモード見ました？皆さん、あれがビッグバンモードっていうやつなんですよいやもう嬉しくてね、まあ結構しんどかったんですけど、ずっとねブドウがねよくてよくて、そのハマっててもそんなにマイナスじゃなかったっていうところが心強くて、あそこまでねあの回せたのと、もうギリギリであのビッグレンダーね行けたっていうところが、まあ今回の勝ちにつながったというか、まあいい台にたどり着けたので勝てたのかなと思いました。今日に関してはその常連さんからのお話とか聞けて、普段からアイムの扱いはかなりいいんだよとっていうところ、あとはまあ見やすいところに並べる傾向があるんじゃないかなっていうところを踏まえて、次回同じような取材があれば、まあアイムジャグラースタートもありなのかなと思いましたので、また次回どんな取材が入ってくるかわからないですけども、まあスロットパチンコまあ対応してですね、勝ちを目指して頑張ってきたと思っておりますので、また次回のガチをもぜひ皆様応援の方よろしくお願いいたします。今日はうまい酒飲みます。ガチョウでございました。